グリース、またはグリスとは液状潤滑油、またはその他の液状潤滑剤に像、駐在が添加、均一に混合させられたものである。潤滑剤の一種で油よりも粘度が高く柔道性が低いため、常温では半固体、または半柔道体である。グリースの用途は主に滑り軸受けや転がり軸受け、あるいは潤滑面が動くために、 液体潤滑剤では、潤滑剤の膜が付着した状態を保つのが難しい修道面である。グリースは使用中に、異物の混入や高温による劣化などがあるため、定期的な更新が必要。平な面では、定期的な洗浄とサイトフが転がり、時空系では、グリースガンを用いて、新しいグリースを注入して古いグリースを押し出す方法が一般的。 グリースは元油、像、中剤、添加剤の3要素からなる。いくつかのグリースには性能を向上させるために PTFE が加えられている。ギア用グリースは生石灰を混合して、高油で薄めたロジンと数パーセントの水からなる。特殊な用途を持つグリースにはグリセリンやソルビタンエステルが添加されており、低温条件などで使用される。 極圧と名付けられたグリースは、高い圧力や負荷がかかる場合のためのものであり、普通のものでは圧縮により塗布した部品が接触して、摩擦や摩耗が起こってしまうような時に用いる。極圧グリースには通常グラファイトやに、硫化モリブデンといった固体潤滑剤が含まれている。固体潤滑剤は、金属の表面に結合し、金属面が互いに接触すること。 および潤滑剤の膜が薄くなりすぎた際に抹殺、摩耗が起こることを防ぐ。潤滑剤として一般潤滑油と比較した特徴を列記する。グリースは非ニュートン流体の蘇性流体であり、加わられる先断応力によってその粘度を変化させる。これに対して液体の潤滑油はニュートン流体であり、一定の温度では先断応力に関かかわらず粘度が一定である。 潤滑油のようなニュートン流体の粘土は、ニュートンの粘性法則の比例定数であり、計算者は、先段速度と掛けることによって、先段応力を導き出すことができる。このように、ニュートン流体と、クリースで粘土の意味合いと用途が大きく異なる。絶対粘土と区別するため、クリースのような非ニュートン流体の粘度は見かけ粘土という、先断応力がない、または、 非常に小さいとき、グリースは固体である。流動性はない。このとき、グリース内部では、像、中材の繊維上の高分子同士は、科学的な相互作用により結合している。この結合の発生を過橋という。この相互作用により繊維は、網目状の立体構造を形成している。グリース内部で元油は、網目構造の感激を満たしている。この網目構造が、 微小な先断応力範囲でグリースを個体にしている。網目構造が形成されて、グリースが固体となっている状態をゲル状態と言い、網目構造による高い粘性を構造粘性という。先断応力がある、量以上となるとグリースは液体となる。この状態変化の境界、ゲル状態がゾル状態へ変化するための最低の先断応力の大きさを幸福値という。 降伏値を上回る、洗断応力が加えられると、グリースの繊維間の相互作用は切断され、網目構造は崩壊する。この時、構造粘性は消失している。そしてグリースは液体のゾル状態になる。ゾル状態では、洗断応力が大きくなるほど見かけ粘度は小さくなる。この粘度低下を、ズリ流動化という。ズリ流動化の原因は、ゾル状態では、 繊維は徐々に分離し、方位性配列するためである。方位性配列とは、分離が進行して繊維が、先端応力の方向に並び、粘土への木を小さくすることである。一方、ゾル状態で、先端応力が小さくなると見かけ粘土は増加する。この粘土増加を、ズり年長化という。ズり年長化は、繊維の方向が無秩序に戻ることに伴う。先断応力が、 降伏値を下回ったとき、再び繊維間は過凶し、立体構造は復活する。そしてグリースは、ゲル状態に戻る。グリースのズリ流動化の程度は、先断速度のみで1位に決まらず、荷重がかかる時間も関与する。例えば軸の回転速度を一定にして、回転を続けたとき、軸と軸受けの間を満たすグリースの粘度は一定で、ない。時間経過と,とともに、粘度は減少する。 この性質を揺ら編成という。揺ら編成は、グリースのゾル状態は時間とともに段階的に進行することに由来する。荷重の間に時間経過とともに、像、駐在繊維の分離と方位性配列は進行する。グリースの正常と性能を客観的に文書で明示するため、様々な指標が存在する。一般的に、これら指標は、 正常表という文書にまとめられており、グリースの購入前に仕入れ先から閲覧することができる。日本工業企画では用途別にグリースを7種類に分類している。各分類項では、グリースの成分、性能、及び中度番号が定められている。各分類項について説明する。食品機械用グリースアメリカ国立科学財団は、 食品機械用潤滑剤の規格を定めている。この規格は食品工場用潤滑 UNSF ガイドラインと呼ばれる。現在、この規格が食品機械用潤滑剤の規格として唯一である。日本においても食品機械用グリースの販売に際して同規格は参照されている。食品工場用潤滑 UNSF ガイドラインの内容を以下に示す。NSF は 各規格の潤滑剤を登録している。衛生管理基準の国際的な規格 FSSC22000 は食品や包装容器メーカーを対象に食品への意図的な異物混入の防止策などを規定している。FSSC22000 では食品への潤滑剤混入リスク対策として NSFH1 登録潤滑剤の使用を推奨している。 食品機械用グリースの用途としては、煮物釜、オーブン、ミキサー、ミンチ機、食肉加工機、洗瓶機、瓶詰め機、缶詰機、食品用コンベアなどである。実規格による用途分類とは別に、増中剤や元油による分類方法が一般的に用いられている。石鹸型グリースは一般に増中剤として金属石鹸を含む。 金属石鹸の高級脂肪酸が網目構造を形成しており構造粘土を成り立たせている。基本的に機械的安定性、耐水性、耐熱性は金属石鹸の種類によって決まる。金属石鹸の原料の油種類が高級脂肪酸のみであるものが通常の石鹸型である。これとは別に高級脂肪酸とともに低級脂肪酸、または その他の有機酸が組み合わされた複合石鹸型がある。複合石鹸型の網目構造において、抗成繊維は太く、かつ高密度に絡まり、構造粘度は非常に高い。このため通常の石鹸型よりも複合石鹸型は耐熱性が高い。石鹸型のグリースの多くで、使用温度が70摂氏150度に対して、 石鹸型は摂氏200度以上で使用可能である。グリースの多くは元油を高油としている。合成油は高油と比べて高価であるが、硫黄といった不純物を含まない。合成油は特殊な用途の場合に採用される。蒸気のもの以外に室温では柔らかい個体であるような潤滑剤もしばしばグリースと呼ばれる。しかしながら、それらは油。 脂肪酸塩グリースとは異なり素性流体であるとは限らない。ワセリンのような石油ゼリーもグリースと呼ばれることがあり、食品類を扱うような機械、装置に一般的に用いられている。製造工程はグリースの種類や求められる性能によって異なる。石鹸型グリースと非石鹸型グリースで大別される。石鹸型グリースの製造工程には工程に 石鹸の合成が含まれる方法と、含めずに石鹸の完成品が利用される方法とがある。喧嘩法は1、喧嘩工程、2、冷却工程、3、ミリン部工程、4、脱泡工程、5、ルカン工程に分かれる。また、喧嘩法は、喧嘩工程が上圧で行われる上圧喧嘩法と、高圧で行われる加圧喧嘩法に分かれる。 混合法では1の喧嘩工程がない。各工程について解説する。喧嘩工程、冷却工程、ミリング工程、脱泡工程、ルカン工程喧嘩反応がないため、石鹸型グリースの製造工程における喧嘩工程と冷却工程がない。潤滑油や像、駐剤、添加剤を混合分散した後の工程は石鹸型グリースと同様に、ミリング工程。 夏泡工程、ミツルカン工程へと進む。グリースの性能を維持するためには、ある注意事項を守って、保管や運搬、使用をしなければならない。基本的な注意事項はグリースで共通である。正しい注意事項について知るためには製造者に問い合わせるのが良い。運ぶ時は容器の向きに注意し、常に縦向きにすることが望まれる。一般的に運搬の際は容器が 縦向きを維持するようにし、フォークリフトやドラムポーター、クレーン等で移動させる。運搬キーフがない場合はドラムを20度ほど傾けて転がす方法がある。シ種グリースの混合は様々な場面で起こりうる。例えば、塗布したグリースが古くなったため新しく高機能なグリースに切り替えるなど。理想的には塗布箇所を洗浄してグリースを取り除くことが望ましい。 しかし、実際の工業現場には、洗浄が行われることは少ない。洗浄を行わない場合、必要量以上に、給止量を増加して、旧グリースをほぼ完全に押し出すことが推奨される。グリースの劣化分析の第一の目的は、グリースを塗布した潤滑面の潤滑状況を調査することと、その潤滑面の寿命について考察することである。 機械部品の潤滑面の寿命及び寿命となる損傷形態やその原因は部品や運転条件によって千差万別である。使用前からのグリースの変化を分析することによりその潤滑面が蓄積している損傷の形態や原因を特定できる。ただしグリースの劣化が潤滑面の寿命の到達とは限らない。グリースが同程度に劣化したとしても ある機械部品や運転条件では、潤滑面は寿命となるが、別の場合では引き続き問題なく使用できることが多い。グリース中のマモ庫コの定性・定量分析は、潤滑面の潤滑状況の推定に役立つ。潤滑面の材料が鋼であれば、鉄分、黄土性保持器を有する転がり軸受けの場合は、銅分、樹脂材料の場合は、樹脂成分がマモ庫コとなり、 定量分析で評価されうる。成分分析は、サビやフレッチングなど、用途に特異的な損傷の検出も可能である。グリースの劣化分析の第二の目的は、グリースの劣化の程度を評価すること、そして劣化の原因を推定してその対策を決定することである。グリースの劣化がある程度まで進行するとグリースは、十分な潤滑性能を失う。 グリースの劣化評価において最も重要な分析項目は中度である。中度が増加してグリースが硬化あるいは減少して軟化すると潤滑寿命となるためである。その他の検査項目として一般的に酸化や雫点、銅板腐食が初期値と比べて変化しているかで劣化は判定される。劣化の要因の特定には 石外分工法やフェログラフィ分析が用いられる。グリースの劣化要因は、科学的要因、物理的要因、異物の混入の3つである。科学的要因及び、摩耗子や人愛などによる異物の混入は、石外分工法で判定できる。物理的要因は、残油分の定量及び、電子顕微鏡による像、駐在の構造変化の観察で判定できる。水分の混入は、 水分試験で判定できる。検査操作や分析装置にかけずに、グリースの劣化を外見や周期で判定できる場合がある。一般的にグリースは劣化すると、新品と比べて、濃色となり、花がツンとするような、酸っぱい、臭いとなる。その他、明らかなグリース劣化の外観的特徴としては、表面に油が多量に浮く、鉄分の混入で黒色化。 水分の混入で、グリースが乳化、グリースから水が認められるなどである。グリースは、劣化により硬化する場合と軟化する場合のどちらもある。中度の変化率がプラスマイナス15から20%以上である場合、一般的にグリースの交換を検討しなければならない。硬化の原因は、遠心力による元油の分離、熱による増、中剤の重合などである。 硬化の場合、潤滑面の焼き付きや摩耗が発生している、可能性がある。軟化の原因は、過剰な負荷による増、中剤の破断、または水の混入が多い。軟化の場合でも潤滑面から漏洩がなければ使用、可能である。漏洩が見られれば速やかに、グリースの補給や交換などが講じられる必要がある。適点は、劣化に伴い低下する。一般的な基準では、 下記のようになると劣化と判定する。赤外分光法はグリース中の成分とその量を分析することができ、比較的簡易な判定方法である。また、酸化防止剤の残量がわかるため、資料がこのまま継続して使用できるか推定できる。劣化要因となる異物の混入も検出できる。日本工業規格の実千2220-2013は、 グリースの表示を定めている。実規格のグリースにおいて、容器の見やすい箇所に容易に消えない方法で次の事項を表示しなければならない。1種類。用途別、または種別と中度番号を示す必要がある。例、一般用グリース1種2号。2賞未出量。3. 製造業者名、またはその略号。4. 製造年月日、またはその略号。 五ロット番号。国際標準化機構の国際規格 ISO6743 から9では、グリースの品質の表示について、規格を定めている。この規格の表示法では5桁のアルファベットで、グリースの品質を表す。グリース製品では5桁の最小 X とし、後ろの4桁がそれぞれ使用温度低温側加減、高温側上限、使用条件下での水の影響。 耐荷重性能を指す。各桁の意味を可表に示す。例えばエクスブシアの製品は、使用温度範囲が低く、摂氏20度摂氏120度のグリースで、湿度のある、作業環境下で、使用可能な防錆性を有し、極厚性はない。ある平面にグリースを塗布して、平面だけを動かしたとき、グリースにおける平面との接触面に、平面の運動方向と、 平行な力が加わる。この力を、先断力という。先断力の大きさを、接触面の面積で割った数値を、先断応力という。先断応力の単位はパスカル、または、ニュートンマイメートル2である。例えば、グリースを塗布した軸に軸受けをはめた後に軸を、高速回転させた場合、回転の描く円の接線方向で、グリースに生じる力が先断力である。 ありがとうございます。